夢の旧作人間レコード昭和罰年10月3日午後6時半玄界灘の台風雲を帯びた洞天がもうとっぷりと暮れていた下関の桟橋へ着いた7,000トン級の寒布連絡船「洛郎丸」の一等船室から 一人のみすぼらしい西洋人がひょろひょろと出てきた背丈が日本人よりも低い貧弱な老人で何の病気かわからないが骨と皮ばかりに痩せを衰えているきれいにそり上げた頬のしわはぬれた紙のように弾力を失ってデッキの上からトロンと見据えた大きな真珠色の瞳は 病者のそれのようにうっとりと下関駅の火をうしている白茶けたラシャの旅行服に銀ネズ色のフェルト帽を目深かにかぶってカンガルー側の靴を音もなく運んできた姿は幽霊さながらの弱々しい感じである手荷物は赤帽に託したものらしい 痩せかれた生白い手には細い銀頭の竹のステッキを1本つまんでいるきり何も持っていないデッキまで見送ってきた連絡船のボーイレンにちょっと脱帽したが頭は真っ白くはげたツルツル坊主であったボーイレンもなんとなく彼の姿を奇妙に感じたのであろう高いデッキの上から56人瞳をそろえて 遠ざかっていく彼の後ろ姿を見送っていた。彼もたった一人でとぼとぼと税関の前辺りまで来ると何かしら不安を感じたらしく眩しい電灯の下で立ち止まってそこいらを見回していたがそのうちに3等船室の方から一人の背の高いモーニングを着た顔にあばたのある朝鮮人らしい紳士が降りてくるのを見ると。 初めて安心したらしくちょこちょこと歩きだしてそのあとを追いかけ始めた朝鮮紳士はそんなことを気づかぬらしくさっさと桟橋を渡って下関駅の改札口を出たそのままこそこそと人混みの陰に隠れると何気もない体で振り返って今の小さな西洋人が新しいハンカチで額の汗をふきふき 8時30分発、急行列車富士号の方へよちよちと歩いていくのを見送るとすぐに公衆電報取扱所へ走り寄って前から準備して書いていたらしい電報を一通打ったレコード下関着く富士に乗る打電先は東京銀座尾張町 罰名罰番地ココンドドルレコード紹介古川なにがしであった打ってしまうと朝鮮紳士は自分の後ろに順番を待っているらしいでっぷりした色の黒い人相の悪い中年の紳士を振り返ってじろりとにらみつけたがしかしその人相の悪い紳士は見向きもせずに自分の電報を窓口において 切手を舐めてトントンと叩きつけて差し出したそして係員が受け取るのをやはり見向きもせずに駅を出てほど近い駅前の山陽ホテルにさっさと入っていった山陽ホテルの駅前街路を見晴らす豪華な一室に立派なドンスの品服を着たひげと眉毛の長い大男が座っていた。 ハクハクと肥満した格好から切れ目の長いひとえまぶたまで縦から見ても横から見てもシナンとしか思えなかったがその前につかつかと近づいた今の人相の悪い紳士がうやうやしく一礼するとそのシナン風の大男は鮮やかなどっしりした日本語でしゃべりだした「いやあご苦労ご苦労」 どうだったね、結果は人相の悪い紳士は苦笑いと一緒に頭を下げた中はげの額の汗をふきふき椅子に腰をかけたついでにシナ人風の大男に顔を差し寄せて声を潜めた満州に入るとすぐに憲兵指令に命じましてキャツを国境脱出者と見なして手厳しく責めてみましたが弱々しいじじいのくせに なかなか泥を吐きません旅券を持っていなかったのか持っておりましたが私がその前にすり取っておいたのです古い手ですが旅券は完全なもので東京バツ大使館雇いを任命されて新たに赴任する形式になっておりますここに持っておりますが買収してみたかい点で応じませんし 本当に何も知らないらしいのです。仕方がありませんから、バツバツ領事へ紹介して、旅券の再交付をして立たせましたが、ちっとも怪しむべき点はありません。そんなことだろうと思った。大抵のやつなら、君の手にかかれば、一も二もないはずだがね。それが、本当に何も知らないらしいのです。ただ、タイプライターが上手で、 日本文字に精通しているというだけのじじいとしか見えませんから仕方なしにバツバツ領事の了解を経てこちらへ立たせたわけですがしかしどう考えても怪しい気がしてなりませんのでとりあえず閣下にキャツのスナップをお送りしておいてここまで後をつけてきたわけですがうん君の着眼は間違いないキャッツは密ーにそういないと僕も思う このごろ欧州の自局が緊張してロ・ドクの国境が見学になったのでロ国は万ん毛・新京方面にばかり力を入れるわけにいかぬじゃから遠からず東亜の武力工作をやめて石化宣伝工作に移るに違いないのじゃロ国が一番恐れているのは日本の武力でもなければ 科学文化の力でもない。日本人の民族的に底強い素質じゃ。三千年来その両親として死守し、伝統してきた中君愛国の信念じゃからのう。こいつをせっかしてしまえば、東洋諸国は全部ロシアのものと彼らは確信しているのじゃからのう。 なるほどその「石化宣伝工作」に関する重大なメッセージか何かをキャッツがどこかに隠し持ってきているに違いないのじゃが昏睡させておいてカバンはもちろんキャッツの旅行服の縫い目からフェルト棒からカンガルー靴の底まで念入りに調べましたが疑うべき点は一つもございませんただ一つ なんだただ一つ何がただ一つだあの老人をハルピンから見送ってきた朝鮮人が下関でたった今電報を打ちました銀座尾張町のレコード屋の古川という男に言ったものですがうんうんあの男なら監視させておるから大丈夫じゃが その伝聞の内容は「レコードついた」「富士に乗る」というので「閉めたぞそれでええのじゃシナ人風の大男がいきなり膝を打って大きな声を出した人相の悪い紳士は目をパチクリさせた。 シナジン風の大男は顔中にハチキレばかりの笑いを浮かめて立ち上がったハッハいよいよ人間レコードを使いおったわい。え人間レコードうんロシアで発明された人間レコードじゃ。 本人は何一つ記憶せんのに脳髄にだけ電気吹き込みで複雑な文句を記憶させるという医学上の新発見を応用した人間レコードというものじゃずっと以前からネバ加工の信号所の地下室で作り出してヨーロッパ方面の密シに使用しておったものじゃが この頃日本の機密探知手段が極度に巧妙になってきたのでやりきれなくなって使い始めたものに違いないことによると今度が皮切りかもしれんて人間レコード人間レコードうんシナジ人風の大男は アぜんとなっている相手の顔を見下ろして、大笑いした。あはははもう手配はちゃんとしてあるよ。君の手に応えんくらいのやつなら、もう人間レコードに決まっとるからの。ははは 山陽線のの朝を出たばかりの特急列車、富士号がフルスピードをかけて南に大曲がりをしている今まで列車の尻べたに吸い付いていた真っ赤な三日月をやっと地平線上に振り離したばかりのところである展望車に接近した特別貸切室のドアの前に223 22ぐらいのスマートな青年ボーイが突っ立ったまま もたれかかってこくりこくりと居眠りをしているその毛布の下から出た一本の細い黒いゴム管がボーイの上着の下から何気なく後ろに回した左手の指先に伝わってお尻の影のドアの鍵穴に刺さっている音は何もしないボーイは帽子を傾けたまま こくりこくりと同様に揺られているそこへ水がめとコップのお盆を抱えた18区の綺麗な少年ボーイがつま先走りに通りかかったが青年ボーイの前に来るとピタリと立ち止まって伸び上がりながら耳に口を寄せた「持ってきました!」青年ボーイは目を青白く見開いて冷ややかに笑った。 無言のまま毛布と黒い毛糸で包んだガス発生器らしいものとゴム缶をひとまとめにして毛布の中に丸め込んで弟分のボーイに渡すと車掌用の合鍵とねじ回しを使って迅速にドアの掛け金と鍵を開いたハンカチで鼻を覆いながら少年ボーイと2人で室内に入ってがっちりと鍵を下ろした 大急ぎで窓を開くと冷たい夜着とともに急に高まった列車のご音が室内に満ち満ちた赤茶けた室内電灯に照らされた寝台の中には最善の小柄な痩せ枯れた白人の牢屋がシーツから抜け出してゴリゴリギュウギュウといびきをかいている青年ボーイが 少年ボーイを振り返った。列車の中に「相棒はいないね」少年ボーイが簡単にうなずいた青年ボーイがいま一度冷笑したふん、<laughs> <laughs> ここまで来れば東京まで一直線だからね人間レコードだと思って安心して嫌がるえ人間レコード 少年ボーイがびっくりしたらしく目を丸くした青年ボーイのすごみにさえかえった顔を見上げて唇をわななかした「うんこのじじいが人間レコードなんだよあんまりたびたび人間レコードに使われるもんだからこんなに痩せをとろえているんだ人間レコード!」少年ボーイは、 さながら生きた幽霊でも見るかのように暗い逆光線をげっそりと浮き出させた老人の寝顔を見下ろした「うん今見てろこのレコードを回転させてみせるから青年ボーイの手が敏滑に動き出した老人の胸をかき開いて肋骨の並んだ乳の上に無色透明の液2つ,つと 茶褐色の液1つ,つと都合3つ,つほど手慣れた手つきで注射をしたそのまま窓を閉めてドアの外へ出ると帽子をかぶり直して少年ボーイが捧げる水がとコップのお盆を受け取ってつかつかと展望車に歩みいったずっと向こうの遠い椅子のクッションに埋まっている派手ななりした白人のおばあさんの前に近づいた へいお待ち遠さまありがとうそう言った口紅頬紅の嫌味たらしいおばあさんが青年ボーイの手に何枚かの銀貨を渡すと彼は帽子を脱いで育児なくペコペコしたまあきれいお月様、ま。老婦人が指さす方を見ると またも一曲がりした列車の交尾に醜い横断色をした巨大な三日月が沈みかかっていた青年ボーイはにっこりと笑ってうなずいた今一度帽子を脱いで展望車から出ていった一等車のボーイ室では少年ボーイが山のように積み上げた乗客の手荷物を片付けていたトランク信玄袋 亀の子せんべいバナナカゴ風呂敷包みその下から出てきたビラのつかないズックの四角いカバンの中から受話器を取り出して耳に当てたそこへ帰ってきた青年ボーイが体で入り口を覆いながら笑った「バカ見つかったらどうする少年ボーイは顔を真っ赤にした」

僕のの新発明パパリパリですからねうん今度のことがうまくいけばたんまりもらえるぞええ僕は勲章が欲しいんですけどはは <laughs> 今にもらってやらおっともう10分間過ぎちゃったぞそれじゃあもう一回注射してくるからな録音機は大丈夫だろうなええいっぱいの10キロにしておきました 心配なのは、カバンの内側の遮音装置だけです。うん。毛布でも引っ掛けておけ。元の通りに荷物を積んどけよ。聞いちゃいけないんですか人間レコードの内容を。うーん。仕方がない。こっちへ来い。もう、おごりに着きますよ。構うものか。5分鑑定車ぐらい。二人はそのまま。 以前の特別貸し切室に入った内側からがっちりと掛け金をかけると青年ボーイがポケットから注射器を出して無色透明の液を一つずつ寝台の上の老人の腕に消毒もしないまま注射した老人はもう全く死人同様になっていた全身がグダグダになって半分開いたまぶたの中から覗いている 青い瞳がガラスのように光りげっそりとへこんだ両方の間にポカンと開いた唇とそこから剥き出された入れ歯がカラカラに絡みついてさながらにミイラの出来たてのような気味の悪い感じを表していたそれから少年ボーイは枕元の豆伝統の玉を抜いて代わりに白い六角の 角ぐらいの小さなマイクロフォンをねじ込んだそのまま2人は真っ暗になった車室のクッションに腰を下ろして耳を澄ましていた列車の速力がだんだん緩くなってきて青白いのや黄色いのや色々の光線が窓ガラスを這いす滑ったやがて窓の外を大きな声が「おごおりー!」 「おごーりー!と」と怒鳴っていった青年ボーイが身動きしないままそばの少年ボーイにささやいた今のも録音機のフィルムに感じたろうか感じてます機械を列車の蓄電機とつなぎ合わせて開け放していますからまだ50分ぐらいはフィルムが持ちますよ今のあなたの声だって入ってますよ 2 <laughs> 人はまた沈黙に陥った青年ボーイは所在なさに紙巻きを加えて火をつけた少年ボーイが闇の中で手を出した僕にも1本くださいなマかフィルムに感じちゃうぞかんばいませんからくださいてめえ持ってるじゃないかバットなら持ってます あなたのはロシア巻きでしょよく知ってるなははあ匂いで分かったんだないいえ見てたんですさっき駐車なすった時にあのじじいのパジャマのポケットからしっ <laughs> 突然列車が激しくガタガタと揺れた小郡駅構内の上り線ポイントを通過したのだ車室の中が また真っ暗く死因となってしまったすると突然に列車の同様に揺すり出されたような奇妙な声が寝台の中から起こってきたそれはかすれた金属製の低い老人の声でしかもはっきりした日本語であった「夢のようにゆっくり」 くっくりと落ち着いた口調であった。であ日本の諸君よ諸君民衆の民族的のためにせよ諸君日本のが土地に目覚め成長することを。 のである。わかるかい？と青年ボーイの声。わかります。ソビエットの宣伝でしょと少年ボーイの緊張に震えた声。片山線の口調だよ。これは？え、片山線。そうだ。日本でバツ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 運動をやってロシアへ逃げ込んだ。 今年70か80くらいの労働士だ今東洋方面の宣伝係長みたいなものをやっているあいつの声だよこれやどうして分かりますこの前こいつの宣伝レコードが日本に紛れ込んだことがあるそいつを機密局の地下室で聞かせてもらったことがあるが声までそっくりだよ人間レコードって恐ろしいもんだね呆れた知事ですね その片山ってジジイは、うんあんまり学問をしすぎちゃって頭が普通でなくなっているんだよ医学上でヒポマニーという精神病だがね普通の人間以上のことをしていなくちゃ生きていられないようになっているんだそいつを知らないもんだから日本の罰の連中は片山線と言ったら神様みたいに思ってるんだそいつを利用して ソビエットが宣伝に使っているんだ。つまりこの声をレコードに移して片山線の肉声だと言って配るんですねそのつもりらしいねひどい真似をしやがる人間レコードの声はなおも本物のレコードさながらに続く英仏の帝国主義政府は 日本のこの行動精神の発露を公然と妨害しているがこれは単に自己の強盗的利益のために死な分割の過程に割り込んで新しい地域をつかむ機会を円としている準備工作に過ぎない帝国主義戦争を製造する国際連盟およびリットン報告書が 日本を裏面よりいかに先導し、中国の国際管理と分割をいかに必要に定義しているかは欧州政局の利面が最もよく見透かされるモスクワにいなければわからないであろう。米国の反アメリカニズムとバツ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 の矛盾はますます増大しつつあると。 中国国民党の総区どもは言っているが、これは間違いである。米国がバツ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 しようとしていることは、彼らのフィリピンの統治方法を見ればわかることである。これらの工作の全部を一挙に覆し、地上からバツバツとバツバツの影を潜めしむる任務は、 バツ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 諸君の創建にかかっている。しなをして、ソビエット政府の光栄ある地下に置き、彼ら古老の倉がから逃れしむることは、一つに新興バツ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 諸君の奮起力にかかっている。たて奮起せよ武装せよ 全世界を、バツ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 の地下に置け。バツ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 、バンザイ。バツ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 、バンザイ。バツバツと、ソビエットのバツバツバツ、バンザイ。なんだお前、震えてるじゃないか。 震えてやしません。ソビエット帝国主義の宣伝の狡猾さが尺に触っているだけですハハ <laughs> ソビエット帝国主義はよかったなこの宣伝に騙されてうっかりソビエットの地下に入ったら最後この国の労働者農民は今のソビエットと同様に運の尽きだからね資本主義の国が人民から絞るものはお金だけところが ソビエット主義が人民から絞り取るのは力涙から魂のどん底までと言っていいんだからねしかしシナ人はすぐにソビエット主義に共鳴するでしょううん異常な共鳴の仕方だどえらい勢いで新疆方面に広がっているがしかしシナ人の考えている共産主義は本当のソビエット主義とは少し違うんだよ へえどんなふうに違うんですかほんとの共産主義は要するに他人のものは我がもの我がものは他人のものというんだろうそうですねまあそうですねところがしなじんのは違うんだ他人のものは我がもの我がものは我がものというんだからあはは。<laughs> <laughs> し、フィルムに残りますよ。おや、人間レコードが黙り込んだね。もう済んだんじゃないかな。さあ、どうでしょうか。フィルムは見た尻まで大丈夫。持ちますよ。号外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 とう日報号外 5外務当局の重大声明ソビエト政府に対する重大抗議の内容外交断絶の第一工作豪外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 売国土古川何がしの捕獲豪外ソビエト連絡係逮捕の豪外豪外豪外有刊電報豪外豪外この2枚の豪外を 応接室の椅子の中で事務員の手から受け取った東京中殺抜々大使はがぜんとして色を失ったやおらモーニングの巨体を起こして目の前の安楽椅子に旅行服のままかしこまっている弱々しい特等の老人の目の前にその号外を突きつけた老人は受け取って眼鏡をかけた しょぼしょぼと椅子の中に縮み込んで読み終わったがきょとんとして巨大な大使の顔を見上げたその顔を見下ろしたバツバツ大使はみるみる鬼のような顔になったいきなり老人にピストルを突きつけていたけだかになったはっきりとしたモスクワ語で言ったどこかでしゃべったな メッセージの内容。老人は椅子から飛び上がったピストルを持つケむくじゃらの大使の腕に両手ですがりついてわめいたととんでもないわわたしは人間レコードですどどうしてメッセージの内容を知っておりましょう黙れ知っていたに違いない それを知らぬふりをして日本に売ったに違いないたった一人残っている日本人の連絡係の名前と一緒にうわっというなり老人は宙を飛んでドアの方へ逃げ出したがその両手がまだドアへ触れないうちに高く空間に上がったキリキリと23回回転して 床の上に倒れたれドアの表面に赤い血の火花を焦げつかしたままそのドアが向こうから開いて太子夫人が半分顔を出したもじゃもじゃした金髪の下から青い瞳と真っ赤な唇をポカンと開いてみせた大使は慌ててまだ煙の出ているピストルを尻のポケットに押し込んだ まあ、どうしたのあんた何レコードを1枚壊しただけだよハハハちょうどその頃、東京駅入り口会場の食堂の片隅で若い海軍軍医と中学生が紅茶をすすっていたごちゃごちゃと出入りする人の足音や皿小鉢の触れ合う音に紛れて 二人は仲よくささやき合っているがよく見るとそれはゆうべの富士列車にいた青年ボーイと少年ボーイであったバカに早く手を回したもんですねなあにゆうべの録音フィルムが徳山から海軍飛行機に乗って大阪まで飛んでいくうちに現像されるとそのまま夜の明けないうちに東京に着いたんだよあの録音のあとの方にあった。 英国、ロシアシナの三国密約の内容を聞いたので外務省が初めて決心ができたんだ大平で売国土の名を付けて古川何がしをひっくくることができたんだみんな予定の行動だったのだよ徳山と岡山と広島と姫路にはそれぞれ水上飛行機が待機していたんだよ今頃はもう、 ロ・マン国境の守備兵が動き出しているだろう中学生が光栄に酔うたように顔を真っ赤にして紅茶をすすった君が発明したおもちゃが大した働きをしたわけだよ勲章ぐらいじゃないと思うねでも僕は気味が悪かったですよ途中で怖くなっちゃったんですあの人間レコードの声を聞いた時に 人間レコードって一体何ですかあれは海軍軍医は左右を見回した一段と少年に顔を近づけて紅茶の皿を抱え込んだ「いいかい絶対秘密だよ大丈夫です」「分かってみれば何でもない話だがねつまりあんな風な各国語に通じた正直な人間を 高い金でレコード用に雇っておいて、極めて重要なメッセージを送る場合に使うんだ。書類なんかいくら隠したって見つかるし、暗号だって解けない暗号はないんだからね。本人に暗記させておけばいいようなもんだが、日本人と違って外国人は買収が効くんだから、詰まるところ、密書を持たせるよりも謙論なことになるんだ。ことに、 ロシアなんかは世界中が敵で秘密外交の必要な度合いが一番高いもんだからとうとうあんなことを発明したんだねまずあんなふうに何も知らない人間をユンベみたいに麻酔させておいてスコポラミンとアヘンの合剤を注射して一層深い奇妙なヘンだらけの昏睡に陥れるそれから10分ばかりして コカインとアンソクコウ酸とアイヌの矢りに使うブシという草の汁のアルカロイドの少量を配合した液を注射すると本人は意識しないまま脳髄の中のある一部分が目覚めるそこへ電気吹き込みしたレコードの文句をどうも肉声では具合が悪いようだがねそのレコードの音を耳にあてがうと不思議なほどはっきりと記憶する。 10枚分ぐらいは楽に入るもんだがねそれから本人が目を覚ますとただ頭が痛いばっかりで何一つ記憶していないいくら拷問されても買収されても白状することがないのだからどこへ送っても秘密の漏れる心配がないということになるんだよところがその人間レコードを向こうへついてから 前の順序で麻酔させてコカインを一つずつ注射すると前に言った脳髄のどこかの一部分が目を覚ますんだね最近に聞いたレコードの文句を夢うつつにはっきりと繰り返す事実がもう東京の大学で実験済みなんだへえその薬をあなたが発明したんですか発明なんかできるもんじゃない。 んんだんだよ。ペトログラードのネバカ港にある信号所の地下室にこの人間レコード製造所があることを日本の機密局では対戦以前から知っていて苦心惨惨してそのやり方を盗んでおいたんだところがコ国は今まで日本に対してだけこの手段を使ったことがないつまりとっときにしといたのを 今度初めて使いやがったんだ一番重大なメッセージだからねなぜとっときにしたんでしょう日本の医学は世界一だからね怖かったんだよその上に人間レコードにたびたびなるやつはなればなるほど注射がよく効いてレコードの作用がはっきりなる代わりに薬の中毒で妙な顔色になって痩せ衰えるんだ 気をつけているとすぐに普通の人間と見分けがつくんだ。つまり、あのジジイみたいになるんですね。そうだよ。長いことオランダにいた若島中将閣下は、ハルピンから飛行機で来たあのジジイの写真を見ただけで、てっきり人間レコードということがわかったというくらいだからね。若島中将、誰ですか、若島中将って。 日本の機密局長シナ服を着た立派な人だがね僕らの親玉なんだ君を海軍兵学校に入れてやるというのはその人さ中学生はいま一度真っ赤になったでもあのちいちゃなじいさんは気の毒ですね気の毒ぐらいじゃない今日の号外を見たらバツバツ大使に殺されやしまいかと思うんだがね 裏切り者といいう疑いで。え、殺されるんですか何も知らないのに殺されるともソビエットの唯物主義のやつらは血も涙もないんだからね政治外交上の問題で少しでも疑わしいやつは片っ端から殺していくのがやつらの方針だよ残酷ですなあなあに レコードを一枚壊すくらいにしか思ってやしないだろう。ははは